カナダ出身の元男性フィギュアスケート選手。パートナーはニコル・オーホード・カリス・ラルフ。4歳でスケートを始め、10歳の時にアイスダンスも始める。2002年にカリス・ラルフとカップルを結成した。また、2009年まではカナダ国内の大会にシングルの選手として出場していた。2007から2008シーズンからジュニアグランプリシリーズに参戦し、 2008年と2009年にはジュニアグランプリファイナルに進出した。2010から2011シーズンからはシニアに完全移行し、グランプリシリーズに出場。カナダ選手権では2年連続の4位だった。2011から2012シーズンはネーベルホルンハイで3位に入り、シニアの国際大会で初めてメダルを獲得した。カナダ選手権は3年連続の4位だったが、 3位のパイパー・ギレス、ポール・ポアリエ組に大会への出場資格がなかったこともあり、世界選手権の代表に選ばれ13位という成績を残した。2013から2014シーズン限りで、ラルフの引退によりカップルを解消した。2014年には振付にも挑戦し、2015年に新たにニコル・オーホードとのカップルを結成した。 初の国際大会となるスケートカナダオータムクラシックで優勝した。カナダ選手権では5位と高成績を残すも、シーズン終了後に引退を発表した。ありがとうございます。